しぶりに日本に帰ってきたと思えば、どうしたこったいこりゃ。今日本国60余州は大混乱である。ある日突然国中が魔物にあふれ、その悪事に人々は困り果てていた。治安を守る大名や役人も魔物に操られ、お城は乱痴気騒ぎ、セクハラ大会である。お願い申し上げる。江戸一番の腕利きと評判の大江戸警備隊、ご組に頼みがございます。おう、どうしたい。将軍は祭りごとも放り出し、ふらふらと諸国に出かけ、今では行方もわかりません。お願いでございます、将軍をお連れ戻しください。そして妖魔を退治していただきたい。このご様子、妖魔の仕業に相違ありません。なるほど、事情はわかった。だがその妖魔のおかげで町中も俺たちもこの有様だ。町のみんなを放っておくわけにはいかねえし。お、そうだ、帰ったばかりで悪いが、五右衛門、おめえが行くんだ。共にこいつをつける。なあ、任せといてくれ。よろしく。よし、善は急げだ。行ってくるぜ、頭。気をつけてな。おめえらは腕っぷしならとうに俺を超えている。大丈夫さ。五右衛門さんは留学してたんですか？ん？留学？まあそんなとこだな。私、科学系に留学してたんですよ。話が合うかもしれませんね。五右衛門さんはどこです？どこって、まあイギリスあたりから点々と気ままにアメリカまでかな。まるで放浪の旅みたいですね。やっぱりすごいわ。私ずっと五右衛門さんに憧れてたんです。よせやい。ともかく将軍のもとに急ごう。将軍の手がかりは。最後に消息を伝えたのは忍者の半蔵って人らしいんですが、今は魔物に疲れて江戸タワーに陣を張って妖魔と町を荒らしているんです。陣の中にはいけねえのか。私の計測では、ここから西の方向に結界を外していけば最短で陣の中に入ることができます。この高速道路をまっすぐって、ああ、なんでこりゃ。
コメアップアクション。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ほら